国中地方は、山梨県山梨郡八代郡駒郡一体を指す、地域地域区分やその地域の通称名。県単位で言えば、三坂山地と大菩薩令を境とした西半分の地域にあたり、甲府市を中心とする。郡内地方とともに、山梨県の区域を形成する。気象庁による、山梨県内の気象区分では、中西部と呼ばれている。 桃の花咲く甲府盆地と南アルプス国中地方の地域区分は、海中、海北、海西、海東、京南があり、広義のとしてはこの5つの地域を合わせて、国中地方と呼ばれている。一方で、藤川各国にあたる京南地域は、甲府盆地と比べて、文化などの面で若干の違いが見られるため、河地と呼んで区別することがある。この場合、県内は、 国中、河内、郡内の3地方に分けられ、協議の国中地方は、藤川下国地域を除いた山梨県中西部となる。平成の大合併後に、地域振興局が再編され、海中、海西地域を管轄する、海中地域振興局と、海北地域を管轄する、海北地域振興局が統合され、中北地域県民センターとなった。このため今中、海西、 海北の地域は新たに中北地域と呼ばれ、海東地域、京南地域と合わせて、天気予報などでも使われ始めている。平成の大合併により管轄する地域振興局が変更した地域もあることから、大合併前の市町村についても併記する。なお、上述の通り京北、海中、海西の各地域は中北地域にくくられることがあるが、ここでは、 統合前の振り分けで表記する。釜無川流域を西原に甲府盆地の西半分に位置する地域。北側は奥秩父山海が連なるが、南側はほぼ平地である。四方を山に囲まれているため、フェーン現象の影響を受けやすい。この一帯は甲府広域市町村県となっており、位置的だけでなく、経済的にも海の中央である。海中の地域故障は、 江戸時代から見られ、お牛空、海中気候など本来は、国中地方の内部故障ではなく、海の国全域を指す地域故障として用いられていた。明治4年の廃藩地県を経て、海の国の府県名は、国中三軍の山梨軍に由来する山梨県となったが、明治初期には山梨県の府県名に抵抗があり、自由民権運動における海中新法や、 民権派生透明などに盛んに用いられ、軍内地方においても受け入れられていた。明治20年代には、海中の使用が減り県全体を指す地域故障として山梨が用いられるようになり、現在はメディアなどを通じて、国中地方における地域故障として定着している。該当市町村地形八ヶ岳を生誕とし、甲府盆地の北西部に位置する地域。 鎌梨川を挟んで南側に赤石山脈、北側に奥秩父山海がある。八ヶ岳周辺は山岳高原地であるため夏は涼しい一方、冬は八ヶ岳おろしという季節風が甲府盆地方面へ吹くため非常に寒く感じる。また比較的に天気が安定しており、年間日照時間が長い地域であることも知られる。戦国時代は馬山地として知られ、 武田勝頼によって、新婦城が建てられたりもした。また、バブル景気が到来すると、清里高原などで、リゾート開発が行われている。向川米など県内随一の米どころであるほか、ミネラルウォーターの水源が多く存在する。該当市町村地形境北地域から流れてきた、釜無川流域の西側に位置する。西側に、 串し形山地がありそこから釜梨川に向けていくつもの川が流れており、これによってできた国内最大級の五直市川洗浄地をはじめ、いくつもの洗浄地が連なっている。この洗浄地を利用した果樹栽培が盛んで、一帯には桃やすもも、サクランボ畑が多く見られる。串し形山地の西側には南アルプスがあり、そこに位置している旧足安村は、 降雪が多いことから、降雪地帯に指定されている。古くは、水害が発生しやすい地域であり、これが影響してか、他の地域に比べ歴史的な建造物が少ない。一方で、武田信玄による治水事業や、戦後の開発及び整備により、水害の問題が解決されると芝叩く間に、発展し、近年は、甲府都市圏のベッドタウンになっている。この地域は、 海西以外にも、小笠原や、小屋などの故障がある。前者は、警察署、後者は、農業共同組合などで使われているが、前者については、市政執行後に氏名に合わせた名前に変更されている。該当市町村地形三坂山地を東原に、甲府盆地の東半分に位置する地域。北東から南西にかけて笛吹川が流れており、流域にある、曽根丘陵には、 古墳や遺跡など縄文時代から大和王県五路までの遺構が多く見られることから、海中地域に海源寺が台頭するまではこの一帯が山梨の中心部であったとされている。近年は伊沢温泉が湧き出したことなどから観光地としての整備が進んでいるほか、海西地域同様洗浄地が連なっているため、ぶどうなどの果樹栽培が盛んである。海東には山地が属しているが、 かつての軍部の地理的条件から警察署や消防本部、農業共同組合などにおいて実質上二つに分断されている。該当市町村地警笛吹川と鎌梨川が合流し、富士川となった流域及び早川などその市流域にあたる地域。常日の通り文化の違いから河内地方として国中地方から分けることがある。富士川を中心に東側に、 天使山地、西側に赤石山脈と見延山地が連なっている。また、太平洋に近いことからタウであるほか、標高が低く比較的温暖であるため県内各地が雪に見舞われてもこの地域だけ雨の場合が多い。ただし、赤石山脈に面している早川町は、例外で標高が高いことが影響して降雪が多いことから、降雪地帯に指定されている。 世界最古の温泉旅館や南部市発祥の地、日蓮によって、美信山が開かれるなど歴史は古く、中央本線が甲府盆地へ開通するまでは、藤川水運によって、甲府盆地と海を結ぶ重要な交通路でもあった。また、農作物では、南部町の南部茶や藤川町の柚子、美信町の明けの大豆、市川三里町の大塚人参の栽培が行われ、 市川三里町の和紙や早川町、藤川町の雨畑すずり、スズリ、市川三里町六号地区の印象、美野部町の湯場など、地場産業が活発な地域でもある。かつては、花火や旅も製造されていた。京南広域行政組合を作り、一つの町で行うことの難しい消防、情報化などの広域的な行政を共同で行っている。また、京南青年会議所は、 当該地域を活動範囲としている該当市町村地区へありがとうございます。